こんにちは、3です。今回は1年半ぶりに人気シリーズが復活の記事についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。えー、今回はですね、えー、これまでの目玉特典についてです。私は毎月目玉特典を作成しています。今回だと3のシングルスマッチ動画です。これは私が実際にですね、普段お伝えしていることをね、えーまあの、取り入れながらシングルスを、ね、の試合をしている映像をプレゼントしています。 で、これはですね、私が、ね、これまで紹介してきたテニス上達法の DVD、ねまあ、や、ね、私自身が作った動画を購入された方にプレゼントしているものがこの目玉特典なんですね。で、まあ、なぜこのような目玉特典を作っているかと言いますと、まあ、基本的に、ね、あの人っていうのはなかなか、ねあのー、必要だと思っても、あと一歩何かないとね、踏み切れないってことがあるんですね。ああ、これ大事なんだなとかね。 もう必要自分には必要なんだなとかね、分かってても、なかなかそれをですね、行動に表すことっていうのは難しいんですね。まあ、簡単に言うと、まあ、別にね、いつでもそれをね、えー、気が乗った時にね、えー、手にしようとかね、ちょっと先延ばししちゃうんですよね。でも、その先延ばしが結果的に行動全体を遅らせてしまって、あなたの進化を遅らせることになっちゃうんですね。まあ、その行動自身でね、 まああの人っていうのはやっぱり恐怖というか失敗したらどうしようとかがあるんで、まあ、自分のね、えー、まあ必要なものじゃなかったらどうしようとかね、あのまあ実際にね、えー、まあちょっと購入するのが不安だなとかね、いろんなそういう気持ちっていうのはあると思うんですね。でもね、えー、それをずっとですね、えー、まあ受け身で待ってしまってると、本当になかなか何も変わらないっていうことが起きるんですね。 そこで私がこうやって目玉特典っていうのをね、えー、期限を作ってね、えー、プレゼントすることによって、本当に必要ならばね、まあこういうものもね、えー、もらえるし、よし、今回はちょっとね、購入してみようとかね、ちょっと今までと違う行動を起こしてみようっていうふうになると思ってね、このように目玉特典っていうのを作ってきました。でこれはもう毎月毎月ね、えー、出してます。 ここには3、4月の目玉特典って書いてますが、その前の月からずーっとね、えー、これまで何回も何個も作ってきました。ただね、えー、ちょっとそれらをですね、えー、最近私のメルマガやブログを知ったから、ね、ちょっと過去のね、目玉特典を手にできなかったとかね、あのー、タイミングが合わなかったとかね、いう方がいらっしゃると思うので、それら特典をまとめたものをですね、えー、今回ですね、リリースすることにしました。 詳細はね、こちらをクリックしてもらうとね、見ることができますので、もしですね、興味がおありでしたらね、こちらからね、ご覧ください。それでは以上でこの音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。